田町のスポーツ広場の、サッカーのグラウンドに来ました。ここはパッと見、被害がなさそうに見えるけど、まあ、すごく地味だけど、やっぱり地面がすごく硬くなってます。で、小さな凹凸、コブがボコボコあるような感じで、まあ、影があるからちょっとその凹凸は分かりやすいかなというような感じだけど、ここはまあ土砂のね流入はないけど、ひょっとしたらその水で、表面の土が、流されてしまって、その表面の土の下にあるグランドの層というのかながかなり露出しているような、印象です。このデコボコしているところはかなり硬くて、スパイクでもスパイクの刃がちょっと噛まないというか食い込まないんじゃないかなっていうぐらいの、表面になってます。パッと見ね、画面では何もなさそうだし、他のグラウンドが、状態がすごくね、良くないんで何ともなさそうに見えるけど、さあここもじゃあサッカーやってみようっていう風にはちょっとならないような、実際に歩いてみると印象です。あとこっちは、隣に野球のグラウンドがあります。こっちの左奥の方はねだいぶ良さそうだけど、まあ、この正面の右側はベンチが道路というか通路に並んでるね。これは通常であればこのグラウンドの中に本来であればおそらくあったんだろうと。ただこうやってね、まあおそらく人が外に並べたんじゃないかなというふうに思います。ちょっとベンチも板が、座るところの板が外れたりしていて、まあ、この辺りもひょっとしたらその水によって、座るところの板が、流されちゃったんじゃないかなと思います。横に出るところが多分ベンチがあったんじゃないかな。こういうね穴が開いてるところにベンチがあったんだと思います。まあ、ここは土砂が入ってきているというよりは表面の土が、削られて流されてしまったような感じだね。バックネットは倒れていて、バックネットの足、土台はコンクリートの土台ごともう倒れていると。これすごくよく分かりやすい。まあ、なかなかねこれだけの大きさのあと重さの、コンクリが倒れてしまう、まあ いくらネットが張ってあったとはいえ、そこにね水が流れてきたとはいえ、すごいね。さっきと同じようにベンチが道路の方に並べられてます。やっぱり天板が外れてしまっていたりとか、あとはあれはマウンドのプレートかな。わあ、この辺もまた転んだらすごく痛そうなグラウンドだな。あ、これがプレートかな。プレートも、ま、ひょっとしたら本来はマウンドがあったのかもしれないけど、もう真っ平らになってるんでマウンドではないね。
まあね、早く復旧して子供も大人も野球を楽しめるようになるといいなというふうにしみじみ思います。この辺、そうだね、ここに関しては土砂はほとんど入ってきてなくて、表面の土が削られて、ちょっとね、なんだこれ、茶色っていうのかな、黄色っぽいっていうのかな、グラウンドが。おそらくここのちょっと土が残っている、この辺りが本来の色かもしれないけど、この色のコントラストを見ると、いかに広い範囲で、表面の土が、流出しているかというのが分かると思います。スライディングはできないね。こんな感じで、まあ見るからに、荒い、小さな荒い石がたくさん。あ、この辺はまたちょっと違うね、ちょっと細かい土砂がこの辺は堆積積もってます。車が入って、わだちが、まあこれだけわだちがはっきりついてるんで、土砂が流れ込んできているってことと、この土砂の柔らかさというかな、跡がつくめり込むぐらいの柔らかさ、細かさっていうのが分かると思います。この辺も、まあ運動はどこにあるかわからないね、これは。まあ、正面がこの辺りだと思うから、この辺にきっとあるんだろうけど。もうちょっと細かい小さな砂が積もってしまっていて、バックネットには、なんだ、流木じゃないな、草なのか。がまだまだ残って、どれくらいだろう、高さ的には1メートルないぐらいかな、腰よりちょっと低い位置なので1メートルはないぐらいの位置にまだ、枯れ草が、引っかかったままだという感じです。すごいね。あっちも行ってみようかな。なんかベンチがあらぬところに流れ着いてます。見えるかな。タマチはね、でかいからなかなかフォローするのが大変だな、こりゃ。すごいね、よくわかんないね、これ。どっから流れてきたのか。これもコンクリートが下にドーンとある、張り付いてて、どっから流れてくるんだろうな。まあ、上流から流れてくるとしたら、まあね、グラウンドの隅にあるわけで、これも100メートルぐらい、まあ、流れてきてここまで流れ着いたというふうに考えるのがまあ普通かなと思います。やっぱり自然の現象は何が起こるか分かんないね。ここもこれ画面の右側が安倍川の上流で、まあ、下の方下流、画面左の方下流の方に、水が流れてるけど、このベンチの横はあの細かい砂がこんもりと堆積してるんで、まあ、
水の流れとね、その力が作用している、のがよくわかります。すげえな、こっちも遠目で見てたより思ったより、砂が堆積してる。こっちも河口から違うな、本線からだとやっぱり100メートルぐらいあると思うけど、ずっとこの辺りまで、まあ、隣のグラウンドのところもこんもりと砂が持ってあるから、すげえな。あ、ちょっと隣の球場っていうかグラウンドもまずまず荒れてるようなんで、ちょっとそっちまでカメラを止めずに行きます。この辺りはなんともないね。ひょっとしたら地元の人たちがもうここ、この辺りで手入れをしちゃったのかもしれない。うわー、こっちもなかなか来てるね。これこっちも土砂が積もっているというよりは表面の土が、流されて硬い地面が露出していると。すごいね。田町でかい。まだ向こうもすごくなんか被害が出てそうだけど、ちょっととりあえず画面右の方に行きます。これすごい長い動画になるな。今 YouTube では倍速でも動画が見れるようになってるんで、早送りっていうか、そうしてみてください。ちょっとこれ長くなるんで。またゴロゴロこの辺り、また河原のような石が流れていく。ここら辺はやっぱり表面の土がないね。9月23日から24日にかけての台風、夜中僕もこの安倍川の流れを見ることができるライブカメラを見てました。でこの下流の方に、奥の方に安倍川橋があって、あの安倍川橋まで本当にあと1メートルとかそれくらいで、氾濫しちゃうんじゃないかというぐらいまで、水が来ていて、もちろんその時はここは、まあ、あの木なんかも相当浸水して、ひょっとしたら水没してたかもしれないというぐらいまで、当日は水が流れてました。なんでね、この辺りの植栽なんかがまだ生きてるのがすごい、まあ、半分信じられないね。それくらいの水の量が、ここはもう完全に冠水してたんで、まあ、そういったね、それだけの水の量が一気にここを流れてきて、このグラウンドの表面の土をかっさらっていったと。本当にあそこの奥にね、土手が見えるけど、まあ、そこももう少し水量が増したら氾濫してたんで、そしたら、静岡市の中心街はあの土手の向こう側に、反対側にあります。そこまでね、水が一気に、まあ、決壊しなかったから良かったけど、市街地の方に流れ込んでいくと。まあね、50年前の七夕豪雨の時は、実際にそっちの市街地の方まで、水が行ったようです、聞くところによると。で地下道なんかはね、かなり冠水したというような話も聞いてるけど、まあ、本当に土手は決壊しなくてよかったなというのが正直なところで、ネット田町4、そ
ポーツ広場、ここもネットの一部が、ひしゃげちゃってるというのかな。すごいな。ああ、田町は広い。広い広い。ここも全部表面の土が、削り取られている。9月の23、24に来て、24の午後には僕もあの土手の上をねちょっと走って、河原のこの辺りも見たけど、もうその時にはもう水が確か引いていて、この画面右の方にある、本流本線の方だけにしか水がなかったようにな記憶です。ただね、実際こうやって1ヶ月半経ってみて、実際に自分の足でこのね、河川敷のグラウンドを歩いてみると、やっぱり水の威力は、相当なものがあったんだなというのが分かります。まあ、河川敷の被害だけで済んだというのが不幸中の幸いというふうにも言えるかもしれないです。すごいな、この辺はほとんど土砂の堆積はないね。まあ、それこそひょっとしたらこの植え込み植栽によって大きな、石ころなんかはガードされているのかもしれないです。だ、そうなるとひょっとしたらこの植え込みの反対側には結構大きな、河原で見るような土砂がたくさん、堆積してるかもしれない。まあ、でもこの辺はやっぱりちょっと、小さな砂というか石ころが積もってます。ちょっと足が沈み込むような感じの石がたくさん積もってるね。ここもやっぱりちょっとスポーツをやるにはちょっと難しい、走り込みにはもってこいの、足場です。あ、ここも結構影の出来具合を見るとどれだけ砂が、積もっているかというのが分かると思います。まあ、とにかく元のねグランドの高さが分からないから、どれくらい積もってるのかというのはちょっと分からないけど、それくらい元の高さが分からないぐらいの広いエリアにこの土砂が砂が流れ込んで、この辺りちょっと色が変わってる辺りがひょっとしたら元の高さかな。まあ、でもここもかなりカチカチの、地表になってるんで、ここから見るとどうだろうな、20センチくらい、高いところは30センチくらい積もってるのかな。まあ、もちろんこの辺りにピッチャーのマウンドとプレートがあるはずだけど、20センチ30センチも土砂が積もっていれば、そりゃどこにあるかは見当がつかないね。おそらく今ここの通路はアスファルトの道路があって、両サイドにグラウンドがあったということだと思うけど、すっかりその跡形もなく、やっぱ結構こう閉めると積もってるんだね。このベンチも
ほぼベンチの役割を得ないというか、座っても足が下に、なんていうかな、伸びないような、まあかろうじてこの左2つは元の高さが分かるような、この右の1つはもう埋まってしまってというような感じです。あー、ここも結構だね。このボコボコ具合、こっちのベンチはなんとなく元の高さが分かりそうな状態だね。ってことはそうだな、やっぱ 20、30センチ高いところだと、砂が積もってデコボコというような風になってます。いやちょっと長くなっちゃったけど、まあ田町もね、すごく広いグラウンドで、これだけ20分見て回ってやっと回れるような広さのグラウンドが、ほぼまあ7割8割ぐらいは何らかの、影響を受けているということが分かりました。で、まあ、このあとね、静岡市の予算とあと国の予算を使って、来年2023年8月までには市内、全19箇所かなの、補修が終わるということです。よし、あそこにもなんかあるけど、あ、これがマウンドか。ここがマウンドだった。いやー、これはひょっとしたらここだけ砂がないから、ひょっとしたら、まあ、地元の人なのか誰なのかが、せめてマウンドの位置だけでもと、土を取ったのかもしれないです。